い、ゼルノスピーの皆さん、お疲れさんです。人が集まってるみたいです。はい、チキンやの中の人と飛んでるんですね。同じパタポンです。はい、本日9月13日、本日も無料10円見ていきますよということでね。おしゃれなポーズってこんな感じですか？え、やりすぎ。まあまあ、ということでね、いつものおまじないでやっていきましょう。カサオとのみ大丈夫。赤い光が新しい流れに、お神様に MC では噛んじゃいました。あら、贈り物が降ってきました。ついてますね。じゃあガチャ行きましょう。でね、明日の15時からちょっとガチャ更新なんですけど、私明日はまあガチャ更新ここからちょっと様子見て、どちらにどれ作ったっていうのを考えたいと思います。ということでね、やっていきましょう。その前に運営さん、イチロさん、いつもありがとうございます。そのありがとうありがとう、無料ズレいつもありがたくさせていただきます。行きましょう。ガチャ作る。なかなか早いぞこれなかなか早いぞこれ。そうですね、やっぱね、チャレンジくいいって聞きすぎた。はい、それを使います。あ、ののちゃん、ありがとう。ののさん、ちょっと待って、ののさん、ちょっと待って、ハッピーね、ハッピーが、ハッピーが、じゃあ、ハッピーどうか、ハナミさんですね。はい。でね、今さっき気づいたけど、手持ちの字は10連分止まってんのよね。よし、せっかくやからこれ実際の人かって言うら、もう言うら。よし。どうでしょうか。なんか10連分止まっちゃったらたまに行きたくなるんだよね。まあ今回はもう一度行けるかな。あれです、イエールとかってあれです。はい、若葉さん、よろしくマリノネーション。で、最後は、ミヤリーさんですね。はい、こんな感じでしたね。ということで、明日もガチャ引いていきたいと思います。それではまた明日。お洋服の雑誌を見るときの、はい、本日9月14日、可愛いって気持ちを表現できたらいいな。ね、工場の更新だったんで、今回はですね、ちょっとメモリアルでしたで、ね、大人の表情を。ということで、いつもの同じになったらやっていきます。演技のレッスン感謝して、今こそ。いつもよりどこである。捧げ物が届く。太陽、感謝しております。大丈夫。わあ、大根。大人の日の目が大話だ。 MC では噛む。太陽、心のこもわあ、大根の音がドーンドーン。今こそ感謝しており大丈夫。成長は今のうちに。どこであろうと暗いわだ。大人流れに大丈夫。捧げ物が届いてます。太陽、流れに終わり。神様にファンでいっぱいのイベントやってます。眩しくとも神様に捧げ物が届いてます。
けます太陽、流れに終わりが太陽、転ばなさっておしゃれな感謝し大丈夫プロデューサーさんが住まいイベントやってます風音のみの今こそ転ばぬ先の眩しくとプレゼントが来て今届く暗い話題イベント新しい捧げ物が届いてます太陽、流れに終わりが大丈夫転ばぬ先いつもより日の目覚め暗い話題ファンでいっぱいの会イベントあら贈り物が降ってきましたついてますねね、ガチャの更新期間的にはカードを2回カード2回進みましょうか今回は無料ゲームの進展がいただきます。そしてね、運営さん、藤郎さん、いつもありがとうございます。このありがたいありがたい無料充電、本日もありがたく使わせていただきます。行きましょう、ガチャを引く。どうやらね、かかりはあるけど、当てる、当てるかな、これナイス。ミレイさん、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 それでも呼びたくなるかな。ということで、明日もね、無料ゲームに進出していきたいと思います。ということで、また明日。会う時の可愛いって気持ちを表現できたらいいな。はい、本日9月15日、本日も無料ゲームで見ていきたいと思います。ということでね、いつもの同じもやりますよね。知らない感謝しておりながら贈り物が降ってきました。ついてますね。どう早かったの見てるきゃ。でもね、もうメモリアルに使わせていただきますね。このカードで、その前に運営さん、藤郎さん、いつもありがとうございます。このありがたいありがたい無料充電、本日もありがたく使っていただきます。行きましょう。人気なるほど。なんか一瞬ちょっと運転したけど違うかな。あ、ちょっと多いな今日は。小杉ちゃん、ハリーちゃん、小杉ちゃん、みやび、あこちゃん、さいちゃん、あ、かなく、ありがとうございます。ちょっとさっきがメモをやってくれましたね。あーやっぱダメか、今んとこ見せ場がないか。まあついてもね、あったね、ガチャ更新かな。あったがガチャ更新だったと思うんですけど、あったまでか、無料充電って。明日朝ってと更新ですね。まあ、ということで明日も聞いていきたいと思います。それではまた明日。演技のレッスンを思い出して。はい、本日9月16日。本日も無料充電聞いていきたいと思います。で、今日の分でね、また動画まとめたいと思います。今回、
いつもより少しほどの味の私をお届けです。味わってくださいね。言葉がないと言うと言ってます。ちょっと感じましょう。私のネタは聞いていきたいと思ってたんで、おしゃれなポーズって今やっていきます。リベン今こそ転ばぬ先、お洋服流れにお太陽捧げ物が今こそ、どこでやイベントやっても破壊、おしゃれな流れに太陽パンデリク、暗い話題がふーん太陽転ばぬ先なら贈り物が降ってきました。ついてますね。じゃあ向こうもメモリアルに行きます。じゃあゼロに行きます。その前に運営さん、ヒロさん、いつもありがとうございます。このありがたい、ありがたい無料ゼロさせていただきます。行きましょう。よいしょ。ここまで大した見せ場がないよな。って感じやったね。ちょっとしたら今回の動画見せ場なしって感じかな。なるかもしれない。変わってくれ、変わったよっ、見せ場来るか。ラストです。キャッシーキャッシーミサトさん、おそれらがミクナンナナちゃん、ミコさん、カッコツバタハルさん、カーソン、エンタラの次です。お願いします、新規お願い。あたきりさまえさん、私のスマホで撮って、友達に結婚しましたって送るから。ということで、さまえさん来たー、久しぶりに来たって感じですね。しかも花嫁ハグ、さまえさんもっと一人でしょうね。いやー、久しぶりに来たーが言えたー、強く。幸せの形はいろいろあるけど、今の私は幸せよ。まあ結婚も当然気になる年頃だけど、楽しく仕事ができてるから、さあさらなる幸せに向かって飛ばしていくわよ。いやー、ありがとうございます。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方は、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければそちらご覧ください。そしてね、私ほぼほぼ毎日ミラティブで生配信やっております。ツイッターフォローいただきますと、今日ミラティブ配信時に届かさせていただきますので、ミラティブツイッターの方もよろしくお願いいたします。ということで本日の最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。カタポンでした。